こんにちは、三兄弟次郎です。太郎です。おせって兄ちゃん。いやもう眠たいやろ、こんな夜中にキャンプ場来て。まあ夜中って言ってもの、まだ何時やの、9時ぐらいか。あ、大したことないの。まあ9時ぐらいということで、まあ、あの太郎さんの方がまだ夜ご飯を食べてないということで、うん、まあ私もまああれですけど、まあほら太郎さんほら、あの朝早い仕事やでも眠たくて仕方ない。あれ、農場部やったんじゃないか。いや、農場部っていうか、あの、うん、報道関係になってん。あ、ほんと、うん、ようわからんけど、新聞配達やけどということで、もうちょっとの話を聞いて、まあ、このアルミの鍋を使って今日はこのスーパーで買ってきたこの298円、おでんと298円のおでんと、このあ、これ何や、これ春巻きねって。春巻きやったの、うん、俺あれやと思った、このあ、ごぼ天か、ごぼ天かと思った。じゃあ春巻き好きやで。まあこちらの方はちょっと、まあちょっとテントの中ですけども、まあテントはあの全ての窓を開けてやるので、え、大丈夫です、うん、ということで、とりあえずこれどうするの。いや、入れて汁入れないんじゃない。汁、汁、汁か、ジェイジェイ、いや、それジロジロやで、ね、ジロ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 の動画あんま上がらんな。でも、まあ、ジロジロ、まあでもまあまあいい感じやね。250ぐらいってそんな、そんなもんやんじゃん。だけど、一つの動画1000ぐらい行きたいの。1000行ったら、の収入がやばいことになってます。本当にか。また家一軒買うんけ。いや、家はもうない、あれあってもあれやで、はい、の1000坪ぐらい買ったほうがいい。あ、あれこれ汁やと思ったら兄ちゃん、これあれこんにゃくや、これ汁あれやろ。あるわ、うん、やろ、びっくりした。こんにゃくはどうすんのこれ。いや、汁は いらんやろ。汁いらんって。水洗いしてからご使用してくださいとか、ね、汁はあのほらキャンプ場のシンクに流すとか、キャンプ場なの。こっち側やれたらこっち側あれやるで、うん、ちょっと待って、キャンプのシンクに、うん、もういいんでね、汁入れてめんどくせえで。いや、あかん、これは水んってのはもういいや、うん、あかんか。いや、これはちょっとあかんと思う。まあ、ほんならこれこんにゃくはちょっと後回しにして、うん、これを入れようか。これ兄ちゃん入れてよ、これちょっと俺箸持ってん、うんうん、箸の持ち方悪いのバレてもある。大丈夫や。その間に俺これ、ああ、あのキャンプ場のシンクに。やべ、もう巾着一つしかねえわ。え、まあ、いい、俺はいいわ。いやいや、俺はいらんで。あ、そっか、飯食ってないんで。俺らにちょっと飯食ってきてんだぞ。ああ、どうせ、あの、ちょ、先輩。どうした、汚れるの言ったらこれ切ってってや。ああ、いやいや、もう汚れたついでに。煮とけばいいんですかね。うん、いいよいいよ。兄ちゃんのところにつまみがあるもん。つまみ、ああ、つまみね、うん、バカせんやろね、うん、つまみはあの火の調整つまみってことな。そういうことね。よし、来た来た、水入れのか、やべお、やべえ、ジュースいてる、おぶね。おいおいおい、これは体気が上がれ、わかんの、危ねえ。こんなもんすかね、うん、お湯どんだけぐらいでいいんですか。いや、もうほら、もうちょい出たもん。もうちょいですかね。まあ、もう2回ちょっと上げとくで、うん、何回もいいんで大丈夫ですね。あー、眠たい。あー、これでいいんかな。まあ、いいか。てか、次郎さん、俺買ってきたビール出してくれんねんけど。次郎さん、僕の買ってきたビール出してくれんねんけど。次郎さん、どこ行ってんの。
あーやめてよ。パリパリ春巻きじゃもうなくなってるわね。あ、賞味期限明日まで。なんか手がもうビチャビチャになったり、うん、ちょっとじゃあ締めてくれて、はいはいはい、おでんは危険やね、あのこのキャンプ場での、もうや、おでんは危険、うん、まあ、キャンプ場でねけど、うん、よし、やっぱちょっと薄暗いので、ね、まあ、いいんじゃない、これぐらいで仕方ない、田舎のキャンプ場やとね、これやと明るすぎてもある、うん、どこも置くとこにしてよし、まあいいわ、このうっすら見えるの、あ、ちょうどいいわ、でもちょうどいい、兄ちゃん、うっすら見えるで、それあと置くとこねえで大変で、兄ちゃん、これですよ、これうっすらと、どう俺でも画像は熱なってくるんでね、いや、ちょっとあかんか、うん、白黒半分だった、いいわ、薄ぐらい、薄ぐらい、うん、大丈夫や、どうせ寝くらいで、我々聞いてる、これなんかでも、うん、まあ大丈夫や、うん、もうちょっと画像があなたは何か飲んだんか、え、もうビール2本飲んでるって、そう、俺らも飲んでんの、まだ9時前やんけ、ちょっとなんかこれもうあれかちゃうの、レモンのやつなんかちょうだい、これか、あ、それでいいわ、お、これなんやそのベーコン、鎌倉ハムのベーコン出ねんかそれ、これはあの吊るしベーコンで、だいぶ高級品やろこれ、鎌倉ハム、鎌倉ハム、今日はあの太郎さんの差し入れで、うん、鎌倉ハムの吊るしベーコン、これ多分1本うん万円やの、これうん万円じゃないか、うん全円か、え、うん全円、これ0点うんまい円じゃないか、0点うんまい円、0点うんまい円、微妙やと、はい、これハイボールでも、これ映ってるか、え、あ、映ってんの、俺も1本本物は、本物を飲みねえよ、いや、俺も1本はあれんで、ちっちゃいの、俺も大きいの飲みねえ、いやいや、俺本物あんま好きじゃねえ、俺、男は黙って金麦75円で、安いんかそれ、安いしか、もうそのプリン体とか入ってるのがもう あれやもん、甘いっちゅうか、もうなるべくこれ0円、ゼロ、うんうん、美味しいわ、食べてみに、うん、俺も、まあ、もらうからね、次郎さんも、これテント張るのに何分かかるの、あ、ほや、テント張るのに、ね、
確か25分ぐらいかかったの、うん、手間取って手間で、いやもっとかかるよ本当は、うん、だってこれピンと張ってんもん、うんうん、食いしてんで、うん、なんて言ったってキャンプ場っちゅうか、うん、家の庭でやってるで、今日2本撮りですわだけどやっぱりこんな家の庭って庭よっぽど広くないとできんもんね。おや、だいぶの庭がこのテントこれ、ほら4人用マックス4人用のテントで、だいたい広げると3メーターぐらいあるの、3メーター3メーターぐらい、うん、だから庭がやっぱの3メーター3メーターって言ったらやっぱね、でここほら結構住宅街やで、うん、大社もええ、いや大社もええっていう、いただきます。これ時間差があるのこれね、はい、味濃いの、何のこれ、うん、いや別にいいか、男は黙って金麦75くらいで分からないよ、うん、いやいい大丈夫、いただきます、乾杯、はい、時間差あるよね、うん、やっぱりキャンプったらおでんやもん、これからおでん衣になるやん、ちょっとね、やっぱいや体に、俺衣鍋なんや、いや俺も衣鍋なんや、匂いがつくやろ、俺今日やったのは、うん、いやまだまだ匂いがガッツリ焼いてるえ少し顔出すだけかなと思ったあ、俺かいや、俺もうもうほらあ、くどい。え？ほらほら。はじめ、うん、このうどん、うん、うどんについてる銀紙を利用して、の、ほら、うどんをはじめ、きつねうどんやってから、うん、このの、うん、肉ともやしだけ、うんうん、本当は肉ともやしはじめにやった方がよかったよ。締めのうどんで。うん、で、ほら、最後、これ。ホルモンかよ。ちょっとホルモンでね、豚肉、豚肉ともやしので、味付けはもうそのまんま。なんでの、うん、あなたはんそうやってその貧乏を醸し出すの、めちゃくちゃ金あるに、あ、言うすんだ、ごめんなさい、いやもうバレバレすね、だってあんまり高いものを流すとみんなほら焼き餅焼くと、あ、わかるわ、わかる、その気持ちわかるわ、うん、うんうん、やばい、濃いな、あんま何パ7パ、最近ほろ酔いでいいもん、もうスライム9パは無理や、いやもう9パ1本飲むだけでもう倒れてまうもんの、いやもう年取ったの、親父だあれやの、何や9時や、今9時やで、まあ取りもかぶっても米取れてよかったの、ああ、兄ちゃん、悪いな、あれ、米、兄ちゃん運んだって言ってた。あの、汗だくやったって。まあでも、たまにはな、たまにはって兄ちゃん結構。だけど俺ほら、もう、報道関係やで。ようやく心配だすけど。報道関係。報道関係って言うかやっぱ。ほら、心配だす。もう、紙媒体か、の、電波に載せるか、もう、報道関係やろ。ようやくの。ようやく。面接っていうか、面接で100社ぐらいの、そうそうそう、応募して、そう、ようやく新聞配達の、うんうん、やる気ありますって言ったら雇ってくれた、パートやもんの、パートパートなんか自分の自転車で配達してくれって、でも今このの新型コロナの時期で、うん、なかなかの雇ってくれるところと、うん、雇ってくれんところの差が激しいけど、やっぱ念願の、念願のの報道関係に、報道関係やし、うん、やっぱこれはあの何やろ、ガースが、うん、総理大臣になったおかげやと思って、ガースがの、ああ、ガースがか、ガースガースなんかいいやつやの、えガースか、うん、いやちょっとわからん、わからん、あんまりそういうことは、うん、意識して、うん、生きてんね、あ、俺も生きてんねんけど、なんかこの間ニュース見てたら携帯電話の料金下げますって言うたで、うん、あ、いいやつやなと思って兄ちゃん、あれ単純すぎるんじゃないかな考えが
何をやっとの休んなきゃいいね。ほら、森本問題やったっけ。森友か森本問題、森友問題の森友問題のあれはの多分追求せんねやろうと思うけどの、俺はやっぱあの人らいいの言ったら言いっぱなしで、ほんのも知らんとか言うときゃいいんやでの。俺会社でこんなこと言ったら女も勝ち流れると思うっての。いや知らんでの終わったら、うん、いいまあ終わればいいやろうけど。いや分かりますよ、俺は首やでの普通。俺は普通首や。首ほんといいなあの人らの、うん、羨ましいわ議員さんっての。まあほら兄ちゃん今ようやく新聞配達のパートが決まったけど、ほんじゃその新聞配達が1日200件ぐらい配るな、うん、そうなんけ。え兄ちゃんまだ駆け出し屋で50件ぐらい。おい50件それがの50件配達して、うん、1件配り忘れたら、うん、もう兄ちゃんクビやで。うせろもう。俺はもう謝ればほんでいいけど、うん、俺女も知らんとか言ったらもうクビやで、一件だけで。本当にか、うん、なんで知ってるやん。そうするとの、今の森本問題の、うん、森友問題の知らんっていうその大きい問題知らんっていうでもクビにならんわ。そういうことや。間違いねえの、うん、なんかようわからんけどパートは辛いってことやな。間違いねえ。だけどの9月16日に、うん、日産がフェアリー Z のプロトタイプを発表してんって。あれやの33やったっけ。 Z33 33って何やったっけ。太郎が乗ってるやつや。ああ34はどこ行ったの。34今売ってるやつや。今売ってるの。いや売ってるか販売店もう売ってるやろ。なんか、まあなんかあれのをベースにしてる的ななんかあれってね、なんか丸めみたいなやつ。おいおいおい、あの前の S30 やな、うん、どうしようかな、でも買おうかなと思ってまた来年やし。でも400万からって書いてあったんだよ、ね、安いやろ400万やと。あれやの、うん、あれほんで後々、うん、ほらあのちょっとほらプライベートキャンプ場、うん、まあプライベートキャンプ場はあのまま残しといて、あそこちょっとあのガレージ増築して太郎ミュージアム作ろうかなと思って。あフェアリーディセット、あれ結局のあのプライベートキャンプ場なくなったんだもんの。なくなったっていうかあの芝植えてその後に栄養剤撒いたやろ、お肥料、おあれででも一瞬雑草と同時に伸びてんて、うん、のでも雑草が勝ったんだ。勝ったんだで雑草が高い位置にあるな。そう日が当たらんねえの。日が当たらんであれうまい前になくなったの。そう俺下覗いたら、うん、芝生のかけらもなかったで、うん、いやあれはすごかった、うん、だってほら寝てけ、うん、草刈り機でのあの、うん、芝植わってないところはスイスイ切れてんけど、うん、芝植わってるとこ、うん、肥料やってるところはもう草が絡まって、うん、どうもならんかって思う。もうあかんと思ったもん。なあれなんかな俺はこれで、うん、人工芝が家ってでもなんか人工芝させんのじゃない。いやわけだあの翔太の秘密基地って見てるけ BS かなんか、まあ、あらあれなかなかいい我々のお手本になる人工芝か、うん、俺も人工芝考えてんの、うん、ここにあここにかここにそうすると今ここ砂利でちょっと痛いな。あここの第二プライベートキャンプ場のおの自宅の自宅にはいけどここにあるとテントももっとちっちゃいやつがいいかもね。ソロキャンプ用のこれファミリー用やでこれ。これいいわ。もうまあでもこれでいいけどもうこのままずっと年がら年中これテント張ってけ。いやこれ実は明日も撮ろうと思って昼か。いやあの1日目終わって2日連チャンの連泊か連泊ってやるな。しかも
3連休やでしょ、うん、3日やりてんけど、それが許してくれんねんの。なんでなんで赤ちゃんがいるでしょ、はい、もう別に家の横でやるんやでの。あれ動画編集にもちょっとの影響あるの、うんうん、おやいっぺん今年キャンペーン行きたかったわ。まあいっぺん何さ行こうさ何さ何さあそこか、うん、まあ分かったいっぺん、いっぺん、いっぺんやりてえわ。もうちょっと待って10月、うん、いやもう涼しくなってからしようさ。もう暑いでいうと、うん、食えるんだよね。かにあ食べればいいが、もう巾着食べねえや。もうちょっとファイヤーした方がいいね、うんうん、ということでもう21分話してるの、うん、これライブやろ。えいやライブじゃない。でも他の YouTuber さんの、うん、こう儲けてるやろ。まあ俺らほら基本的に金儲けじゃないでの、うん、まあ儲かったら儲かったらいいけど、まあね、まあだけどあれだな、どう思う、金で幸せになれるんかな。金あったら多分いろんなものを贅沢するが食べたり、そうすると健康がの損なわれるんかな。そうすると結局金なんて持たない方が良かったとか、あとはやっぱの狙われるんじゃないかな、やっぱ金持ちはのいろいろにの近所のもんから近所のもんじゃないけど、ね、うん、やっぱこう騙そうとされたりさ、うんうんうん、そうするとまあそこそこでいいんじゃないかな。大体あれねって俺が分析するに、大体でも毎日食えるだけの金があればいいやっていうやつほど金持ってるでの、まあ余裕があるでの余裕があるでの余裕があるでやっぱの毎日食えるだけの金さえありゃいいやって幸せなんやって。おめえ会社乗ってるんやっての。取り休みが減って本当に食うだけやったら知って文句言うやろ。まあこんなもんや人生なんて。で、あれけ？コロナの給付金は何に使ったんや？いや、生活費やん。え？生活費。本当か？うん。いや、別に何も使わん。贅沢なんてしてんし、ただ、普通に生活するが。うん。そういうので、単純に。それが、うん、普通の生活費も、普通の給料でやってたとしても、それが、まあ、使ってるようなもんやがね。ちょっと味分かった方がいい、うん、もう今から入れても分かんないけど、いや大丈夫や、うん、どうなかなかやな、うん、受品もあれやし、俺らもボーナスがもらったとしても、うん、贅沢せん家やで何も買わない、うん、うん、もう10万円なボーナスあろうが100万円あろうが一緒やで。そんなもんかな、うん、もう23分喋ってる、うん、知ってた、あの先進国で、ね、あの給与が上がってるの日本だけって。他の先進国はだいたいこの20年ぐらいで給与3割ぐらいアップしてるやと、日本だけだと上がってるの。ああ上がってんのか、うん、あこれはこうやるの、なんで物価が、うん、昔より下がってるもんの、下がってるもん。だって俺25年ぐらい前の方が牛乳高いでんの、うん、だって俺牛乳配達してたから、うんうん、その時に1本牛乳238円やってんの、うんうん、だいたいこう1リットルか、うん、シールつけたのが200、うん、で特売で198円、うん、特売にしてのあの普通の、うん、死乳って呼ばれるやつ、うん、の一番の位置に乳の、うん、で今やとスーパー行きゃ155円とか、うん、
まあ高くても178円、うん、であとパン食パンなんて、うん、150円ぐらいだったな、うん、俺らがちっちゃい時、うん、それが今68円になってるの。あれなんで？わからん。だから競争が激しいでやんの、やっぱ安売りで、うん、で68円で売ってなおかつポイントも入るな、うん、のそのスーパーでものだからそういうのが影響してると思う、うん、他の国なんていうのは、まあ、先進国はあれだけど発展途上の国やったらそういうね物価も上がってきてるね、はい、給料も上がるわね、うん、でバーッとこう、うん、分からん状態になってる何が正解か、はい、だからもう日本は一応落ち着いてんだよの多分こう上がってきて、うん、バーッときてだんだんこうの何の話してる、まあ、どうでもいいか金あるでの、うん、いや金はないけど多分叶ったら YouTube してるのでの、うん、もしくは趣味屋での、うん、まあ普通にの、うん、まあなんとなくいいんでね、うん、うちの三兄弟グループは、ね、おまあサブローなもあれ、まあ、出たいっつってたけど何がサブロー、サブロージムに行こうたって知ってる。いや株っつってって言ったけど、もうこってなんかいや、わからんけど、ほんで、なんか納車まで時間かかるし、うん、で、太郎の車一台貸してくれってで、ジムニーを、うん、の買ったら、あ、兄ちゃんに電話かかってきたら、うん、ほら、なんかあ、たまにいいやん、これ、うん、あれとかつけれるかとか、はしごみたいなやつとか、うんうんうん、でそんなもつけれるけどで、どうしたの、結局買わなかやのでも、はしごでもなんでも、うんで、連れてやるって言ったの、うん、ディーラーだとどれだけつけるだけで3000円だよね。3000円、うん、法人が、あネジ何本か外すだけやね。あフィルター今日来たわ。えフィルター、あ、もうやるやる、うん、いつでも安田でもなんか説明書も入ってたで、俺もできるかなと思って見たら、うん、あのダッシュボードの下のなんか分かる、グローボックスか、うん、あれ取らなかんで、でもあれ普通のものは取ろうと思わんで、まあ普通のものはね、だから、まあ、我々みたいにそのプロフェッショナルってのが今ね、軽自動車のエアコンフィルターを交換しますかってディーラーに言われたんで、ね、うん、まあ、これが多分3000円やったんかな。本当にか。フィルターいくらで買ったんよ。フィルターは今1300円で、あのネットで買ったで、送料無料で、うん、だから今のパパンとやれば、うん、まあまあ1300円、うん、でもエアコンフィルター3000円やったかどうかは分からんけど、うん、俺この間さ、アマゾンで990円のマスクを買ってんって、50万入ってるやつ、うん、あれは初めて失敗したと思った。耳にかけると紐がブチン切れるやんって。紐の方が弱えっていうのはあれやの。俺もあれはネットでいろいろいつも買ってるけど、うん、あんな商品初めてよ。本当は、いや紐よりも紐の付け根の、あ、そうそう、あそこあそこ紐の付け根やろ、うん、付け根はでもガッと引っ張ったらちょっとウワッとなるだけで、普通に使ったらならんけども、仕事はかなりのやつよこれ、うん、あの小袋に入ってるのこれはいい、柔らかくて、あ、これやってここの接続部分がプチーンってなるって。あ、これあかんやん。ほらもっとなんかそうギュッと押さえて、これあかんやん、どっかちぎれると思う、うん、ほらあ、いや普通はもっとここが丸型に、うん、押しつぶされてるで、これあかんわ、うん、今接着がもうほらもうこれちょっとメーカー言わんけどここプチーンって切れてやる今、こういう
のがあるんで、そう気をつけてください。これどうなるの、どうなるの、これこれもう使えんで、うんうん、990円もドブに捨てたんだろうもんよ、うん、本当に、はい、うん、でもあれやんか、ケツ拭ける、あケツは、うん、そのまま流しゃあない、うんうんうん、ケツは拭ける、もういいって、うん、どうなの、うん、俺1週間に一遍マスクを50枚ずつ買ってるやんって、うん、え、ね、で1週間に一遍なんで、いやとりあえず何かあると、何かあると嫌で、俺洗ってるよ、え、いまだに2、3回洗ってる、伏せろ、本当使い捨て、使い捨て、うん、俺また届いてるやん、もう取りに行かなかった、ほんと、いくらの、うん、遊んで暮らせるほどの金があったとしても、うん、やっぱ金持ちほどケチやでね、それはあれケチねって、うん、うちのじいさん、うん、死んだじいさんの、うん、どうやってして飯食ってたと思う、ここ前食ってたやろ、ここ前、いやここ前じゃなくての、うん、どうやってご飯を食ってたかっていうと、うん、天井から塩鮭、うん、あるが、あの形のあるなんか北海道の、うん、なんか発泡スチロールに入ってる塩鮭、あの、うん、の形、うん、あの尻尾にロープくくりつけて天井からぶら下げて、それを見ながら飯食ってたっていうね、うん、見るとよだれされるっつって、もうやっぱそこまでしてあの財を成したんやろうの、根性あるわあのじじい、あそこのブラグではナンバーワンやったんナンバーワンや、うん、あそこのブラグではの、あそこのブラグでは、うん、うん、でみんなのうちのおじさんの財産狙って、うん、もう大変なことになってるの、うん、大変、あれは大変、うん、今その息子がの友だなんで、うん、あの奥さんもひでかったね、もうの、うん、の月の友からだいぶ勝ってたねあ、よこれ言ってんだな、月の友の、うん、月の友もあれやけど漢方生命も本ないやろ、じゃあ、あの税やの、ああ、 J とは言ってんやろ、税 A やよ、うん、ちょっと悪度買ったやろの、結構保険料を P 払ってた、 P、うん、あ、まあ、結局やっぱり年寄りのちょっとのボケた年寄りのところ行って、そうそう、お年寄り、お年寄り、うん、なんていうの、もうこれいいでと、まあしゃあないわ、やっぱのあの年代の年寄りっていうと、やっぱお客さんがしたら、まあね、なんでもあげたいでの、帰りに、このやっぱ特に田舎へでの、その喋り相手がええんとかの、そんなのもあるかもしれない、一本取って、うん、ビールはいいです、あれね、あ冷えてるわ、最高やこれ、ほやろ、うん、やっぱキャンプ場行ってちょっとこうやっておでんがいいの、ちょっと涼しい時に、やっぱ寒くなってきたらの、うん、まだちょっとでも涼しになったらいいけど、台風、おでんか、おでんももしかしたらいいかもな、おでんいいけど、あのほらキャンプっていうとやっぱ結局肉で肉やろ、ブワーッと飛んで慌ただしいな、ほんで焦げたりして、ほんでいいやって、こんな感じやで、こうやっての暖も取れて、もうダンダダン的なの、ダンダダンなんかのドラマに最近出てたな、半沢直樹か、死んだってなかった知らんけどいるって、え、ダンダダン、俺半沢直樹に出てたの、違う、俺は男だ、ダンダダンとか、そんなんやの、いや、それは分からん、あ、本当、これは知らん、これは知らん、まだ撮影続けるのか、え、まだ撮影続けるのか、いやいや、いくらでも、ほら、この二郎と太郎のなんかしょぼい会話を聞きたい人いるかもしれないの、うんうん、やっぱ昭和生まれやでの、いやでも俺らの会話はかなり、うん、面白いっていう人いるんやけど、うん、ここ今日は街中のオアシスで今、うん、テント立ててるわけやな、街中のオアシスで、うん、だからこれ結構声が響くんやん、あだからあんまりの、うん、ボッとくる笑いがあるトークはちょっとできんで、分かった、
抑えてるけど、うん、抑えてるけど、でもいろいろネタはあるんやけど、うん、やっぱりちょっともまだ9月も半ばやで、うん、林もいろいろこういう炎上するさかんでの意見の食い違いで、いやもう炎上するようなネタ今言うてんよね。炎上するほど誰も見てくれない。見てんよ。だからほら熱烈なファンがいるかもしれんでね。熱烈なファンの方よろしかったらね、誰かにこう広めていただけると嬉しい。なかなかの、ほいけど、あれやろ、なんか今日昼見てたけど、合計で90万回再生やったっけ、これぐらい、これぐらい言ってるかも、うん、いや言ってんねん、80万回、いや90万78万やがれ1本、うん、でもう1本はもう4万ぐらい言ってる、うん、もう1本って何言ってるんや、4万って、ヘッドライトの内部を見なこんなに言ってるんけ、3万6千円、これは知らんかったわ。で次は俺の自作アンテナ、あれ1万9000ぐらいって本当にか。恥ずかしながら、うん、やっぱりのいろんなネタあるけどちょっとのやっぱ小出しにしてかんと、いやもうネタもうネタいやあるんやけど、うん、撮影してる暇がないんやけど、うん、俺もやっぱ本業が忙しいで、うん、でも朝の2時間ぐらいで終わったの、新聞配達のパーティー、いろいろあるで、うん、他あ、他、うん、あったんか、他あるで、ないないって忙しいで、本業の、うん、の投資の方が大変やと思う、本業が、やっぱほら難しいね、いろいろ、いろいろ大変、本業はあれに投資してねって思う。あれって何、今楽天のネット銀行ってあるな、うん、あそこに金が入ってるもん、うん、やけどそっからもあそこに投資してねって、どこバンバンと大体宝くじ宝くじに夢見てるって、夢見てるだけど知ってるやろ、太郎と次郎の母ちゃんか、お母様が宝くじ当たったって、ああ、まあの、うん、あれで俺らもちょっともろてんだもんの、おめえくらもろと、いや正直に言え、いや俺もろたから 1万円マジけ、うん、俺、うん、のまあ数字言うとあかんかもしれんけど、42万1500円やってんって、うん、確か当たったのはそれやってんって、うん、で俺ほら駅前勤めてたで、うん、みずほ銀行行って帰ってきてんって、うん、でみずほ銀行の行員さんがおめでとうございますっての、うん、大きい声で見て、うん、のまあいいわ、うん、でお金くれたわ、うん、42万1500円、うんうん、でお金渡しに行ったわ、うん、のやっぱほらガソリンでもかかるわけやし、うん、まあ2万1500円ハスくれるんかなと、1500円だけくれたわ。いや俺もらってんかもわからない、なんかな、なんか肉かなんか食いに行ったんじゃねえけ、なんか食ったんかも、こんなもんでも40万のなんか40万くれても別に今後の人生何の影響もない、いやいやいや、俺はの、うん、だからまあそれをの母ちゃんが有効に使ってくれればほんでいいかなと、まあほらかいけど、あれなんでうちの母ちゃんがの、うん、宝くじとかパチンコも結構勝つんやもん、うん、あれなんでかっていうと、いっぺん死にそうになったんだよ、やっぱりか、あの病気でやろ、うん、そうそうそう、いっぺん死にそうになった人間って運がなんかいいですもん、本当にだけど、いやもう真剣に死にそうになるぐらいのあれの、うん、だけどあれやね、なんじゃ食えや、俺結構お腹いっぱいでてちょっといろいろあって、ちょっと大きい声で言えんだけど、うまいもん食ってきた、ビフテキか、ビフテキって言うんか、今はビフテキって言うんか、
ステーキ？あ、いきなりステーキなんか潰れてへんか、あっちこっち。あれはまあそういうことやろ。そういうことやろ。硬いステーキやったけど、何回か食いに行ってる。ああ、俺いっぺんも行ったことない。硬いわ、ほんとカチカチやな、歯折れたわ。これやっぱいきなりステーキ行くんなら、ちょ、本物飲めよ。ほら、そういうこと言ってないじゃん。ほんとあんま好きな。なんか丸くなったな。いや、ほんとに。やっぱ、昔もあれよ、すれ違うやつすれ違うやつ全員殴ってたくせに。あの、これの本物以外持ってきたやつやの。でもこれは、金麦70が一番飲みやすいです、あの。ね。よかったら、あの、待ってますんで。僕はもうあの若い頃からもうスーパードライしか飲みません。誰に言ってるやろ。分からんけど、朝日やのバカの一つ覚えなんで。あ、東京2020オフィシャルビアって、え、オリンピックあんの。いや、その時のやつやでちょっと古いんじゃねえか。いや、さっきあの福井で あの一番有名な新鮮館で買ってきたけど。あ、本当、うん、うまい、最高やね、うん、これからあれテントで寝泊まりしようかなと俺思ってねって。四季を感じられるで。まあこれ今あの、あの、やっぱこの赤ちゃんができて、うん、できる前にこのテントを25,000円で買ったんやけど、うん、ネットで、うん、でもまあもし赤ちゃんで生きてなかったらどっか行ってたくないと思う。ソロキャンプとか、うん、行かんでよかったかなと思って、うん、なんでかっていうと今結構ほらソロキャンプで山のところ行ってて毎日のようにクマの被害に遭ってるみたいな、うん、毎日のこう、うん、バーッとどこ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 って、うん、でもう危ないよ。もう危ない。熊。熊危ないっていうと、もうテントの中に人がいても、うん、やっぱテントを引きずってやったり、うん、でも引きずられたらほんとに誰が引っ張ってるやろうと思ったの。まあ赤ちゃんに感謝せなあかんみたいな。まあそういうあれではない。まあこれで俺の提案としては海やろ。海。海や。海は海でも。今の時代はあれなんだけど、わかる。30年前だったらもうひでこて、どっかのちっちゃい船が来て、農や工作船が来るでの、来てさーっとそれ食べりゃいいよ。さーっと工作船来てのさーっと、おや、もう我々やっぱりね、連れてかれるって。 F 意見人としてはの、 F 意見人としてはやっぱ有意識問題やでの、あれはあれで連れ去られるか福田和子さんかっていう感じ。福田和子ってのう、福井って福井って福田和子やでの、うん、こないだって知ってた。なんかあったんじゃろ、高校生のや高校3じゃあ1年生やったっけ。1年生。いや俺分からんねって、なんかおかんがなんか16歳の女の子がの、うん、80何歳の祖母に、うん、ちょっとの祖父じゃねんけ。あ、そうそうそう、うん、なんかそのほらあの堺町の豪邸に行ったらうちのおかんが鼻息荒くして喋ってるで、また知ってるか知って。おかんの実家の近くやで。は？あ、ほやの。あの、ほやの、あそこのもうちょっと福井の方の。うん。だからのあんな田舎のところでも、なんやってんのね、原因なんや。じいさんがあのボケてた、少し地方が入ってたっていうのは多少あるとしても、うん、やっぱこの女の子の16歳の口の聞き方が悪かったやの。それにちょっと腹立ててっていうのが書いてあったわ。だから言葉遣い、あ、最近の若いやつ言葉遣い分からんもんの。まあ分からんけど、ほんなでもやっぱこの、まあそれはそれって我々の年上の方がなんかの、なんていうかな、分かんなあかんっていうところあると思えっての、そう思わん。
聞いてる。うん。うん、いいね。そうね。俺どうあれなんかちらっとヤフーニュースかなんかで出てて、何やこれどこやのと福井やと思うけど、あんな近所やとは思わなかった。いや俺によく似たやつが、うん、他のところでもあってんの、他の県で。だから俺言われた時に、うん、どっちのこと言ってるやろうと思って。最近か。おやおや、あの、なんかあって、こういうのだけは、ちらっと見出しだけ見るで、うん、ヤフーニュースでの、うん、いや、いいの、ヤフーニュース。なかなかの株も上がらんしの、うん、辛い日々を送ってますわ。え？株？株やってるんか、結局。やってんの？まだやってるんか。いや知らんけど、あの言えんけど、株ってあれやろ、大きな株やろ、うんとこしょうよっこいしょとか言って抜くやつやろ。いや、なんでね、元のあれのあれ、今ほら総理が変わったで、なんかあったんかなと思ったら、なんかあったんかな、もなかったの結果。いや、あるんやって、結構パーンと来てんって、うん、これどれかな、ちょっとあんま画像では見せれんねんけど、画像で見たら、うん、取引先の、あ、取引額の、の、うん、残高見られてもで上がんねん、うん、億円入ってるの、うん、やったらいいけど、うん、いや、まあコロナの時に一気に下がったわな、1万6000からの1万6000まで下がって、今はいい感じで来てるで。まあ、だの一企業企業のそのいろんな情報をいろいろ精査して買ってかんと難しいや。あれは何て言うの、株ってギャンブルやと思ってるけど、あれは全然ギャンブルじゃない。まあね、ギャンブルしたら負けるっていうのは、うん、まあとてもかくにもまだね、今度もうちょっと後の動画で太郎がどうやってして生きてるかっていうのをちょっと語らせてもらいますけども、でも一つ言えることは、おでんが好き。でも株で別に儲けてんやろ。儲けてるんか。なんか会社のもんも、うん、あの最近始めたよ。で教えてもらう、教えてもらうっていうか聞いたんやけど、うん、まあまあこんな感じかっていう、うん、あれやね、デイトレっていう意味、なんていうの、意味の、お金がお金を稼いでくれる以上。まあこれ今、お金がお金を稼いでくれる、うん、以上ってあれ入れとくわ、うん、テロップでの。お金がお金を稼いでくれる。もう俺らもう宣伝やって、お金がお金を稼いでくれる以上。それどっからから持ってきたらでも。兄ちゃんのか。いや、もう俺のもう、もう太郎と27歳の時からの。太郎心の俳句か。そう。うん、友蔵やろ。やっぱお金がお金を稼いでくる、お金が働いてお金を稼いでくる、やっぱもう自分の働くのもめんどくせえねん。もうだって俺もほら50役でもうセミリタイアやでの、今働いてるのはあれやろ、税金対策、健康増進、暇つぶしやで。俺は生活のためやよ。あなたもめちゃくちゃ金持ってるの、言うすんだ。まあの、もう遊んで暮らせるぐらいはあっても、やっぱの俺はまだ遊んで暮らせるまでないわ。ねえってね。そういうキャラクターでいかなかんの、でも金持ってるキャラクターでの。でもなんかあれじゃない、普通の人よりはいい生活 してると思うんか。いや、そんなことない、うん、あら、これ充電ねえわ、兄ちゃんも。マジで、あれよ、あの GoPro のもの、うん、ということで今日の、いや、まだあの続きますけども、この撮影的にはこれで終わりにしますか、太郎さん。そうですね、ということで、うん、あ、何、まだいいから、いや、もういい、まだ邪魔し、いや、まだまだほらビールあるしの、うん、ということで今日の撮影はこれまでということで、はい、ではまた、また